こんにちは。5月16日木曜日の IG 証券ランチエクスプレス、キャスターの長谷部真奈美です。アメリカの株式市場は通商協議に関する前向きなニュースで市場のムードが一転プラスに転じています。早速こちらのコーナーで確認していきましょう。昨晩の海外市場の動向を確認しましょう。 IG グローバルマーケットアップデートです。アメリカの株式市場から見ていきます。トランプ政権が自動車と関連部品に対する追加関税の導入を先送りするという報道を受けて、貿易摩擦の懸念が後退、主要3指数揃って上昇しました。次にアメリカの10年債利回りです。この日発表された冴えない中国とアメリカの指標内容を受けて低下圧力が高まっています。続いてニューヨーク原油先物です。アメリカとイランの関係が日に日に緊迫化することを受けて、この日は供給懸念が相場のサポート要因となりました。しかしアメリカの原油在庫が増加したことも意識されたため、上昇幅は限定的となりました。最後にニューヨーク金先物です。冴えない米中の指標データとイラン問題が相場のサポート要因となり、小幅に反発して終了しました。以上、世界のマーケットをおさらいしました。続いてはこちらのコーナーです。最新の市場分析をお届けします。 IG マーケットアウトルックです。解説は IG 証券シニア FX ストラテジストの石川純一さんです。石川さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。トランプ大統領の発言から目が離せませんけれども、はい、そうですね。今度は何ですか、新たな移民政策を発表するそうですね。まあ、いろいろと矢継ぎ早にもういろんなことを仕掛けてきますよ ね、 そうですね。 やっぱりこのあたりもマーケットがどういうふうに、うん、まあ、ちょっとね、慣れっこになっている部分もありながらも、はい、どう含んで冷静に見ていく必要があると、ね、まあ、突然動く場合もありますので、ね、まあ、そういう時こそやっぱり冷静に、はい、まあ、はい、対処したいかなと思います。そうですね、うん、というわけで、はい、今週のサマリーからご覧いただきましょう。こういったあたりを今日は見ていくということですね、はい、そうですね、まあ、今日の内容に関しましては主に4つ、はい、ありまして、まあ、外為市場のトレンドパターンからですね、うん、最後ドル円のテクニカルで、分析をですね、お話しさせていただきますが、はい、でまずですね、最初にちょっと外為市場のトレンドパターンを持ってきた理由はですね、やっぱり今ちょっと読みにくい相場になっているといった、うんうん、まあ、ご意見をですね、まあ、投資家の皆様からですね、まあ、お声をいただいておりますので、はい、まずは大まかにですね、パターンを分けて、まあ、そこからですね、まあ、詳細にですね、いろんな要因、例えばまあ、政治リスクであるとか、要人発言、経済指標、まあ、いろいろありますので、そういうところを見ていく必要があるよというお話をさせていただきます。わかりました、はい、では基本的な外為市場のトレンドパターンから見ていきます、はい、こちらです。その1、はい、そうですね、はい、でまずですね、横軸にアメリカの金利、縦軸に、まあ、株式を持ってきました、はい、でこちらに関しては先週もお見せした、パターンなんですけれど、まあ、改めて復習の意味を込めましてですね、もう一度見ていきましょう、はい、まず横軸のアメリカの金利が上昇するとき、それはですね、はい、外為市場どのようなパターンが見られるか、こちらですね、まあ、ドル高ですよね。そうですね、うん、でこれはですね、はい、株式市場が、上がろうが下がろうが金利が上昇する場合は、うん、やはりですね、リスク先行のドル高、もしくはリスク回避のドル高というのが高まりやすいパターンが見られると、うんうん、ただ現状ですね、アメリカの長期金利もう 2.5%、2.4% どんどんですね、水準を切り下げてきてるんですよね、はい、そうなってくるとより注意すべきは左側のサイド、要はですね、アメリカの金利の低下なんですよね、うん、でこの局面ではやはりですね、縦軸の株式が、動向が重要になってくると。じゃあ例えば株高の場合見ていきましょう。これつまり買われやすい通貨は何かという話ですよね。そうですね、はい、買われやすい通貨は何かという話なんですけれど、はい、まあ、株高の金利低下局面、これ株高イコールリスク先行の恩恵を受けやすく、かつ金利低下イコールドル安の恩恵も受けやすい、はい、これら通貨は何かというと、やはり新興国であったり資源国通貨であったりするわけなんですね、はい、ただ逆にその下の部分を見ていきましょう。株安ならば何が変わりやすいのかといったところなんですが、はい、これはですね、金利低下に株安ということになれば、うん、典型的なリスク回避相場でありますので、うん、なってくると円ないしはスイスフランも変わりやすいといった展開が見られますと。で、うん、これは何が変わりやすいかを軸に今見ておりますと、でまず何を買いたいかというふうに考えた場合は、この4つのパターンをまず土台に置いてから次に詳細に分析をする必要があるんですね。例えばですね、こちらのパターン見ていきましょうか。アメリカの金利は低下して、でも株安でもあると、で金利が上昇してですね、かつ株安になったパターンですね。そうですね、はい、で上昇という金利の上昇ということは、これはドル高なんですけど、株安ということはこれは円高にもなりますよね、はい、じゃあここドル円で考える場合、じゃあドル高と円高がぶつかり合うことになる
ということになりますよね、うん、じゃあその場合どちらの影響力が大きいのかというと今矢印で示した株安で結果ですねこの株安の影響力の大きいがゆえに円高圧力がドル高圧力を凌駕してしまうと、うん、要は基本的にアメリカの金利の上昇局面ではドル高なんですけれど、うんうん、対円についてのみはですね円高圧力が凌駕するがゆえにドル安になってしまうこういったところをやっぱり見極めていくことが必要なんですよね。アメリカ金利の低下以上に株安の影響の方を金利の上昇以上ですね金利の上昇、はい、なるほど以上にその株安の影響が受けやすいがゆえにですね、ドル高ではあるけれど対円だけに関してはドル安になるパターンが、見られやすいですし今後も、多く見られると思いますね、うん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 、では次パターンに今度は何が売られやすいのかといったところを見ていきましょうか。こちらですね、はい、で縦軸横軸は変わらず、はい、ではまず株高の金利上昇から見ていきましょう。これも典型的なリスク先行相場でありますので、うん、先ほどお見せしたリスク回避要は左下ですよね金利低下の株安局面から対角線上に、円とスイスフランが移動したと要は円安のフラン安ということになりますと。じゃあ今度はですね金利上昇だけど株安の局面ではどうなるかといったところになるとはい、今度は 左上にあったですね新興国通貨新興通貨が今度は売り圧力として対角線上に右下に下がってきたと。これはなぜかと言いますと金利上昇ドル高のネガティブインパクト、はい、株安イコールリスク回避のネガティブインパクトを最も受けやすいから、うん、ということになりますね。じゃあ左側のサイドを今度見ていきましょう。まず金利低下なのでやはりドル安圧力が高まりやすいことはこちらですねもうおそらく皆さんも想像はつくと思うんですがただこれも先ほどパターン1でお見せした通りあくまで4つのパターンを土台にして、はい見ているだけでありますので、うんうん、より詳細に見ていく必要があると、はい、例えばですね金利低下の株安局面を考えてみましょう。こうなった場合ですね、はいはい、この場合どちらの影響力がですねやはり大きいかということを考える必要があると、うんうん、で直近ではこちらなんですよね、はい、株式市場、うんうん、ということは株安ということはどうなるか、うん、やはりリスク性の高い新興国通貨であったり資源国通貨であったりこういった通貨の売りがドル安要はドル売り圧力を凌駕することによって基本的に金利低下はドル安なんですけれどこれら通貨ペアに関してはドル高になるといったあの展開が見られます。一昨日も実はそうだったんですけれどということはスタート地点はより簡略化してこういったパターンが大まかにありますよと、はい、でもそれは大まかに見ただけですのでより深掘りしていくためにはですねやっぱりそういったですねどのような影響力があるのかで冒頭で申し上げました通り政治リスクあと経済指標要人発言、うん、あとは資源国通貨でしたら例えば原油とか金とかですね、そういった価格を見ていく必要がありますのでまずは簡単に土台をボンと決めてそこから何に投資すべきなのかでその投資先の、特性は何なのかというところをですね、うん、考えながら深掘りしていってですね、まあ、売りなのか買いなのかその水準はどこなのかといったことを決めることがですね、現在の買いタイム市場のトレードでは重要かなと考えています。なるほど、はい、ではアメリカの市場の動向からすると、はい、どういったことが今言えるのかと、そうですね、で、そうですね、でその点について先ほど金利の横軸で考えた場合に、うん、やはり左側がより重要かというふうに、申し上げました。ではその理由をですね次のスライドで見ていきましょう。こちら米国市場の動向ですね、はい、で黄色いラインが、アメリカの株式 S&P を持ってきました、うん、で緑のラインがですね、アメリカの10年債でこちら2019年以降のですね、まあ、パフォーマンスをですね、まあ、あの基準値100、まあ、真ん中のラインがありますけれど、まあ、この横棒のラインをですね、基準にここを上回っていれば、まあ、いいパフォーマンスで下回っていれば、まあ、悪いパフォーマンスということで、見ていきます、はい、でそうなってくるとまず黄色のライン株式に関しましては常に基準値100を上回っておりますと、うん、で緑のライン金利に関しては基準値100を常に下回る状況になってしかもその乖離幅が拡大していると、はい、でもこれおかしいですよねと、うん、株式が上昇するんですが本来はその上昇に追随して、まあ、多少の乖離は見られてもトレンドは黄色と緑のライン同じトレンドを描かなければいけないと、ということは金利を主語に持ってきた場合はやっぱりですねこれは債券買いが強まっているということでありますので、まあ、金利が主語の場合にはやっぱり金利のパフォーマンスが低下しているというふうに考えることができますよと、うん、でじゃあそうなってくるとこの収入はやはりフェッドの急激なまあ政策転換にありますのでこれはもう2019年以降も続くであろうと、うん、ということは金利の低下というのはもう今後も続くことを前提に考えればいい。どうしたって先ほどお見せした縦軸の株式の動向いや要は株高なのか株安なのかここはやっぱり外為市場のトレンドを決定する可能性が非常に高いというふうに考えることができますね、はい、ではそのアメリカの株式の動向を見ていきましょうか。
まずは投資家のリスクセンチメントなんですけれど、はい、上が VIX、下が VXN、はい、まあ、VIX は S&P を原資産として、VXN はですね、ナスダック100、要はハイテクセクターの、ボラティリティというふうに考えることができますが、四角い枠で囲った2018年の分、まあ、ここからもう上下に振れる展開がもう散見されてるんですけれど、はい、問題は、うん、両方とも基準、あの、申し訳ないですね、問題両方ともですね、警戒水準20ポイント上回ってるんですけれど、やはり今のリスク回避の要因が米中貿易摩擦にある以上ですね、やっぱりハイテクセクターのボラティリティである VXN の方をやはりより注視すべきかなと思います、はい、でその下のラインの黄色い VXN の動向を見てみますと、ちょうど赤いラインのですね25ポイント、はい、でこれは何かと言いますと、リスク回避相場が加速しやすい水準なんですね、ここを突っかける動きが一度見られてるんですよね、はい、で現状あの株式が続伸していることもあって、まあ、警戒水準20ポイントを下回っておりますけれど、何せ6月の G20 まで、まあ、あのトランプさんと習近平さんが会いますけれど、はい、それまでもう右翼癖が多分あると思いますので、今は低下してもまたここを突っかける動きが25ポイントを突っかける動き、動きが見られる可能性もありますので、まあ、引き続き要警戒かなと思っております、うん、これはもうどっちに触れてもおかしくはない状況は、うん、まあ、6月の下旬まで、まあ、続くかなとは思っておりますね、うんうんうん、分かりました。ではそのような状況を踏まえて、うん、S&P のですね、動向をちょっと見ていきましょう。はい、こちらですね、はい、でテクニカル分析ということなんですが、上段に実勢相場の S&P を持ってきて、そこにですね白いラインの20日移動平均線をですね、引いてみました、はい、一方下のですね、ラインに関してはこれ実勢相場から、実勢相場と20日移動平均線の乖離ですね、これを見る場合やっぱり今注目すべきはどこまで下落するかといったところがポイントになってくると思います。で過去の動向を見ていると、だいたいですね乖離がですね 6% の幅、マイナス 6% ですね、はい、幅まで広がると反転する傾向が見られると。で昨年12月は 6% はるかにですね上回るマイナス幅だったんですけど、これはもう誰も読めないので、はい、ある意味オーバーシュートだ、だから V 字回復していると、うん、ということで大体、切りのいいラインとしてはですね、まあ、6% ぐらいであろうと。で現状、直近ですね最大下がって 3.35% まで、いった経緯が見られますので、まあ最大下がってここら辺だろうというふうに考えることができます。じゃあ昨日の終わりの時点でですね、20日移動平均の水準から 6% したというとどこら辺になるか、それがこちらですね、まあ、大体2730ポイントを切るレベルかなと、うん、でこちら移動平均線は常に推移しますので、まあ、例えばですね、これ同じスライド実は火曜日の別の番組でもお見せしたんですけれど、これは2730ポイント上でしたと。ただどちらにしてもですね3月の反転ポイントが2722ポイントであることを考えるんでしたら、まあ、2800ポイントは割り込んでもですね2700ポイントでは、反転するであろうというふうに考えることができますので、うん、今回の下落に関しては単なる調整、うん、これまでの株高の調整の範囲内で収まるというふうに現状考えております、うん、下落しても2700ポイントを割り込まないだろうと、でそこら辺で反転するであろう。あとはですね、詳細のテクニカルはその後ですね、まあ、情報がどんどんアップデートされますので、そこを付け加える必要があるかと思いますね。はい、それでは最後にドル円チャート分析、はい、はい、お願いいたします、はい、こちらですね、まず黄色いラインを見ていただきたいんですけれど、これアップデートがありまして、3点を結んだフィボナッチのプロジェクションをまた持ってきたんですが、先週は基準値がですね、左上の110円の54になったんですけれど、109円の丸5で、反転する兆しが見られますので、そうなってくると113円の70ですね、12月の戻り高値、ここを基準として見た場合にやっぱり109円の丸5というのがですね一つサポートポイントで今浮上しております、うん、でここを下方ブレイクするかどうかというのは株式動向次第、ブレイクする場合は株安圧が高まっているイコールそれは108円の高ボイのシフトとして、捉えておきたいというふうに考えておりますし、一方もう貿易摩擦がですね、まあ、トランプ発言等によってですね、もう今後急速に収束していく場合はやっぱり反発局面想定したい、その場合上値水準はこちらですね、はい、21日移動平均線、まあ、100トン円、後半にありますけど、まあ、ここをまずはブレイクできるかどうか、うん、まあ、ブレイクした場合はですね110円54、まあ、白い短期レジスタンスラインですね、ここを起点、110円54を起点とした、まあ、短期レジスタンスラインの、まあ、トライですよね、ここを想定しております、まあ、いずれにしても株式の動向次第でドルのトレンドは決定されるというふうに考えることができますね。はい、はい、石川さんの解説でした。石川さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。石川さんもそうですけれども、はい、このランチエクスプレスの番組スタッフみんななんかちょっと体調がね、そうです、少しね崩しがちで長引いてますので、うん、はい、多分ご覧になっている皆さんも投資家の皆さんもちょっと健康を、ね、気をつけていただいて、ね、健康第一ですね。そうなんですよね、はい、何事もそうですけれども、はい、何事もそうです、気をつけていただいて、また来週も元気にお会いしたいと思います。今週はこのあたりでお別れです。また来週お会いしましょう。失礼いたします。